これ持って帰っておくれ。何ですか？さっきのたくわん。ありがとうございます。じゃあいただきます。どうぞ。ゆうきくんが羨ましいですよ、こんなにいい実家があって。うん、美味しいです。よかった。いいですね、こういう静かなのが好きだったね、ゆうきは。今日はこれで帰ります。ゆうき、やっぱり帰ってきてたの？今日の夕方から来とったよ。なんか話し声がしてたから。相変わらずおっちょこちょいだよ、あの子は。私たちも出かける前からいた？あ、もう来てたよ。やっぱりね。本当に勇気っておっちょこちょいだね。本当にね、命日まであと2日もあるっていうのにね。お兄ちゃん、自分が誰だかってまだわかんないの？わからないみたいだよ。自分の家を見てもわからないくらいだから。帰ってきてたの、これで3年？ねえおばあちゃん、お兄ちゃんいつまで帰ってこれんの？それはわからないけどね、こうやって帰ってくる勇気に会えるのが楽しみだからね。でもそんなこと言っちゃかわいそうかもね。
何やってんだよ。麻美の店に行ってくれ。よし。このお兄ちゃんの処分しっかりやっとけよ。あとトランクのやつも忘れんなよ。もしもし。あ、俺。あ、勇気かい。元気にしてるかい。うん、勇気だよ。元気にしてるよ。